1917年の版による、もじゃもじゃ、ペーターの差し絵、もじゃもじゃペーターは、1845年に、ハインリッヒ・ホフマンにより発表された、ドイツの子供向け本である。本書は印を踏んだ文章による差し絵付きの10作の物語から構成され、そのほとんどは、子供が主人公である。どの作品でも、不貧乏と、その結果による悲劇の顛末が誇張された表現で描かれ、 明確な教訓が示される。最初の物語の題名が本書全体の表題となっている。現代のストルーワバル・ピーターとはドイツ語でもじゃもじゃ頭のペーターの意味である。1844年のクリスマスにフランクフルトの精神科医ホフマンは息子に絵本を買い与えようと考えていた。書店が進めた絵本は彼に感銘を与えなかったため彼は 本の代わりにノートを一冊買い求め、彼自身の手で物語と挿絵を書き綴った。1845年にホフマンは友人らの勧めを受けて、この物語を、ルスティネゲシヒテンウントドローリッチビルダーミット15、ショーン・コロリエトンとファローン・フィワ・キンダー・フォン3から6、ヤレンの代で、匿名で出版した。1858年に、第3版が出版されるまで、本書は、 シュトルーベル・ピーターの代では出版されなかった。もじゃもじゃペーターは複数の言語に翻訳されている。最初の英訳は1848年に行われた。マーク・トゥエインによる本書の翻訳はスラベンリー・ピーターと題されていた。2006年にボブ・スタークの翻訳と差し絵によるもじゃもじゃペーターの最初の完全なデジタルバージョンをファンタグラフィックスブックスが発行した。 もじゃもじゃ頭のペーターから自分の髪を整えないためみんなに嫌われている男の子の話。残忍なフリードリヒの話から動物や人をいじめる乱暴な少年の話。最後にフリードリヒは犬に噛みつかれフリードリヒが寝込んでいる暇に彼のソーセージを犬が食べてしまう。マッチによる悲惨な話からマッチで火遊びをして焼け死ぬ女の子の話。 真っ黒な男の子たちの話から黒人の男の子をからかっていた三人の男の子をニコラスが捕まえる。彼らを思い知らせるためにニコラスは三人の男の子を黒インクに浸し黒人の男の子よりも真っ黒な肌に変えてしまう。乱暴なカルードの話から子供が主人公でない本書中唯一の話。本作ではノウサギがカルードのライフル銃とメガネを盗み取り カリュードを借り立てる。続いて起こる大騒ぎで、ノウウサギの子供は、熱いコーヒーで火傷をする。指しゃぶり小僧の話から、母親は息子に親指をしゃぶらないようにと注意する。ところが、母親が出かけた隙に、子供はまた親指をしゃぶり出す。すると仕立て屋が現れて、子供の親指を巨大なハサミで切り落としていく。スープのカスパーの話から元気でたくましい少年。 カスパーは、もう二度とスープは飲まないと言い出す。五日後に、カスパーは痩せ衰えて死ぬ。落ち着きのないフィリップの話題ゲシヒテフォグザプル。フィリップ夕食の席でじっと座っていられない。男の子が、謝って、食事を全部床にぶちまけてしまい、彼の両親を、ひどくがっかりさせる。上の空のハンスの話から歩く時に空ばかり見ている、男の子の話。ある日、 ハンスは川に落ちる。彼はすぐに助け出されたもの、彼の学用品は流されてしまう。空飛ぶロベルトの話から、嵐の中を外に出かけた男の子の話。暴風雨が彼の雨傘を捉えて、見知らぬ土地へ、彼ごと吹き飛ばしてしまう。ロベルトがどうなったのか、誰も知らない。百四十五年の湾による、落ち着きのないフィリップの差し絵百四十八年に、 発行された本書の英訳版では、真っ黒な男の子たちの話に登場するニコラスは、ノッポのアグリッパに改名されている。同版では他にも、原文からの改変が行われている。例えば、乱暴なカリウドの話は、寮に出かけた男の話と解題されている。マッチによる悲惨な話では、オリジナルのドイツ語版では、ミンツとマウンツと名付けられている猫たちに、 名前が与えられていない。さらにこの版では、スープのカスパーの話は、絶対にスープを飲もうとしなかった、オーガスタスの話に解題された。日本では、本書は1936年に、ボーボー頭の台で、伊藤伊佐鬼のわけで、帝都書院から、初めて翻訳出版された。ショックヘッッド・ピーターは、もじゃもじゃペーターに基づくミュージカルであり、ジュリアン・ブリーチ、アンソニー・ケアンズ。 ジュリアン・クラウチ、グレーム、ギルモア、タムジン、グリフィン、ジョー・ボコック、フェリム・マクダー・モット、マイケル・モリス、そしてザ・タイガー・リリーズらにより制作された。SHP はパントマイムと人形劇の要素を組み合わせた、この因文のミュージカルバージョンである。基本的に歌詞は、元詩のテキストを忠実になぞっているが、元詩よりも、はるかにア鬱な雰囲気を歌詞に与えているいくつかの、 顕著な相違点がある。元市に登場する子供たちは常に死ぬとは限らないが、ミュージカルでは全員が死ぬことになる。リーズのウェイストヨークシアプレイハウスと西ロンドンのハンマースミスリリックの依頼により、このミュージカルは1998年にリーズで初公演され、次にロンドン公演を行い、ワールドツアーを行った。2006年8月に、 本書の新たな舞台化である、シュトルーベル・ピータ・イン・イングリッシュが第60回エジンバラフェスティバルで上演された。この舞台化では、様々なマジックやパントマイム、フィジカル・シアター、ブラック・コメディを用いて、本書を再解釈した。このショーは、チケット完売で終了し、2007年の再上演でも、チケットを完売した。もじゃもじゃ頭のペーターを除いた他の物語、 特に、落ち着きのないフィリップと、上の空のハンスの話は、注意欠陥障害の児童を描写した物語であると、強く信じられている。ドイツ語ではしばしばアドは、ザッペル・フィリップ症候群と呼ばれる。ありがとうございます。